さあ、有吉弘行サンデーナイトドリーマー、私、有吉弘行でございます。5月入りました。1年のうちで一番爽やかな季節、5月。12ヶ月の中のトップに、君臨しております。5月、スタートいたしましたけどもね。4月は、ちょっと性と病気の、1ヶ月ということで、いろいろと、性と病気についていろいろと学んでいただきましたけども、5月はこの爽やかな季節、スポーツにももう最適な季節ということでね、ちょっと健康、をテーマに、1ヶ月間お送りしていこうということで、健康マンスリーということでございますので、ゲストというよりかアシスタントですね、はいはい、こちらお二人、はい、デンジャラスのちとタイムマシン3号山本です。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。光栄です。やっぱり顔の色ツヤがよろしいですね。わかりますか、やっぱり、お二人はあのまあ有名な、ジョギング好きということでございますけども。そうですね。いや、マラソンです。いや、あの山本君ジョギングなんで。どっちだ、戦いましょう。あれですよね、はい、だからなぜこのお二人がコンビかというと、はい、TBS ですね、はいはい、東京ブロードキャスティングシステム、はい、TBS、 正確に言うと、はい、そうですね、はい、で行われている、はい、まあ、年末とか、機種期末というやつですよね、はい、季節の変わり目にやってらっしゃる、うん、特番、はい、オールスター感謝祭、はいはい、の中の、はい、赤坂ミニ、はい、赤坂のたまに、はい、まあ、前列の方にポツポツポツとドラマの番宣でスターが 2,3 人いますけどもあとはもう本当にまあ、スケジュール空いてた、まあ、二流三流どころの、芸人タレントが、多数、はい、集結して、やってます、感謝祭のオールスターですね、オールスターオールスター感謝祭、ね、鳴らすとオールスターになるんですよ。平均でこうダメなの、その特化した分だけ取るとダメなんです。鳴らすとオールスターっていう、ことオールスターですね。はい、ことではなく、ことオールスター感謝祭の中の、はいはい、赤坂、はい、ミニ赤坂5丁目、はい、5丁目、はい、ミニ、はい、ジョギング大会、ノッチさんノッチさんは否定する側じゃないと、ジョギング大会、ね、聞いてダメですよ。前回も私、まあ、ワイナイナーとか青山学院の選手とか、はいはいはい、ああいう選手以外はまあほんとのもう、はい、スター不在そんなことない、そんなことないですよ。そんなことない。いや、やっぱり2位からね10位までの、はい、はい、タレントの名前全部あげて。絶対言っちゃダメ。あれさ、それ絶対言っちゃダメです。スターが出てる。いやいや、それ、一人一人取っちゃダメ。あの、大会の模様がオールスターってことで、わっと。だから言ってるじゃん。はい。はい、前列、ポツポツ2、3人、はい、ドラマの番宣でたまたま無理やり入ってくれた、ありがたいスター様、はいはい、プラス、言い方がですね、あと190人ぐらいの二流さん、はい。二流じゃない。オールスター。いや、超スーパー一流が、二流を、こう食べて、うまいこと、全員が一流ぐらいになるんですよ。ね、はいはい、まあ、ジョギング大会ですよね。マラソン大会です。何キロでしたっけ、全長。3.6 キロです。3.6 キロでマラソンっていうのはちょっと厳しいです。一応4周。はい。4周。4周走って、はい、総勢の距離が 3.6 キロ。はい。はい。3.6 キロですね。まあ、1万メートルも行かないといけないですけどね。はい。まあ、でも、それに匹敵する。3.6 キロっていう、はい、あの、距離のオリンピックの競技あります？ないですね。3000メートルはありますが、3.6 キロっていうのは、3600メーター走っていうのはありますか？大道具通路とかの構造上、もうちょうど3000ってのは難しいんですよ。はい、3.6 キロってことでしょ。じゃあまあ正式には、正式な競技でも何でもないんですよね、あれはね。え、赤坂の、そのオールスターが集まったマラソン大会でもあるんですよ、ね。マラソン大会っても1万メートル走でも、1万メートルもないんですよね。3.6 キロ。1万メートル走、オリンピックで1万メートルの競技ってあれマラソンって呼ぶんですか？1万メートル走です。1万メートル。ということは、いや、オタクらがやってんのは、ジョギング大会。いや、のちさん、のちさん、絶対ダメ。のちさん、のちさん。Release a lot of stress. Now a variety program. このやりとり何年やってるあれがマラソンじゃないっていうやりとり何年やってるの、触れていただいてスターが出てないっていう
まあ、定番でございます、はい、健康マンスリー、やっていきましょう。太田プロの真珠、広島から帰られる軍人ロックスター有吉弘行でございます。東京半蔵の JFN スタジオから生放送、サンデーナイトドリーマー、アシスタントもう一度このお二人、デンジャラスのロッチと。いや入ってくるですよ。最近あの名古屋の犬山動物園にいるケイジ君泣くやつね、おじさんの泣き声で泣くやつ、あのああ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 あ月ゲスト4年ぶりっすよ、僕も。4年お前電話でちょくちょく、はい、いや出てますけど、僕有吉さんと喋ってないですからもう。あまたある芸能人のなんか、うん、あの人たちと、うん、心くんとか、うん、五木さんとか、うん、そういうまともに有吉さん喋ってないんですよ、僕。本当に、はい、山本ね、はい、山本です。山本博はい、広志、はい、浩二です。浩二です。薄くないですか、当たり方。もっと大胆に。どっちだどっちだ、今俺の目見て振ってくれたのに何取るんですか。いや反応しちゃうのさ、教育されてるから。教育って俺が口開けたらやるっていう、うん、ね。いやもう俺じゃないです、のっち先輩でしょ、のっちさんの方が。まあでもこれはこれはサインですからね。全然反応薄かったじゃないかのっちさん今。健康ウィークやって、健康マンスリーやってまいります。有吉力サンデーナイトドリバー、声も最後までお付けください。東京半蔵の JFN スタジオから生放送、有吉ゆきサンデーナイトドリーバーです。はい、今月のアシスタントはデンジャラスノッチと、はい、タイムマシンさん号山本です。はい、生放送メール募集いたします。最大9連休の大型連休も今日で終わりでございます。メールテーマこちら、ゴールデンウィークレポート。さあ、まあお天気に恵まれまして、いろいろと行楽地にいろいろ行かれた方も多かったと思いますけど、どういうことしてましたという情報を教えてください。ゴールデンウィークこんなことしてました、あんなことしてました、送ってください。のっちさんは、はい、あのすっぽんの尿袋を食べて体調を壊してからリハビリも入れて2年かかりましたね。はい、でもありがたいことにマラソン大会とかゲストランナーで出していただいたら、給水所でみんながのっちさん尿袋だ、のっちさんはこんな時は尿袋だって。そうそういうふうに、もう尿袋ののっちと、ありがたいことにこうフューチャーしていただいて、山本に尿袋まだ食べたことないんだもんな。僕まだいただいたことないですね。ああ、でもマラソン走る上でやっぱり尿袋食べた方がいいんでしょ。あれ絶対いいと思います。嘘でしょそれ。スタミナ的にもアルカリとやっぱり塩分、そうでしょ、塩分、うん、あとアルカリ性のものも体入れるんで、入れる方がいいんですよね。いいですいいです。アミノ酸みたいなもの入ってるのかな。入ってますね、入ってます、あの尿の中に、尿の中に水分の中に。もっと尿袋捨てるっつうですか。あとアンモニアって入ってるんですけど、うん、汗でアンモニアが抜けていくんですよね、うん、ランニング中に。そうだ、だからやっぱり摂取した方がいいですよね。そうだね、はい、とりあえず山本はこの1ヶ月の間にやりますね、はい、絶対です、絶対だ。しょんべんを飲む。しょうゆ関係ないじゃないですか、もう。尿袋の話を。体にいいんだよ。誰のしょんべん、すっぽんのしょん、すっぽんの尿袋に、のちさんのしょんべん詰めて。関係ないじゃないですか。何カプセル。一回は尿袋経由してってことですか。いや、尿袋洗って、はい、きれい洗って、はい、ちょっとこの前のちさん危なかったから、はい、生で食されてたから。はい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 。そうですね。だからちょっとリハビリまで2年間かかったから体調壊して、はいはい、でも山本はだから尿袋きれいに洗って袋の中身は抜いて、うん、いいですね、で袋にのっちさんのおしっこ入れて、うん、のっちさんのしょんべん飲むんですか結局。ランナーのしょんべんの方がいいだろう。いやよくわかんない。ランナーのしょんべんめっちゃ汚いですよだって。毒素が出てだってよく、だってオリンピックの競技とかそういう競技でさ、はい、本当やっちゃいけないやつだけどさ、はい、結構あれでしょ、コーチトレーニングした人の血を入れると、うんうん、酸素がね、そうでしょ、はい、そうなんですよ、はい、それ能力がぐっと上がるんですよ、はい、それドーピングで、はい、だからそういうことでしょ、はい、ランナーのションベンを飲んだら能力が上がるんです、はい、僕この前のレースのっちさん勝ってんですよ。いやもうちょっといいと思うよ。僕が3位でのっちさん4位だったんで、うん、その人の尿も交換だ、交換ハイブリッドにしよう。それがいいと思う。お互いがお互いの、え
な、このま、ちょっと、マッドサイエンスなんすかこれ。ちょっと。何マラソン速くなるために、山野教授を呼んで一回。しょめこかそうか。ちょっと山野教授呼んで、足の皮のちょっと。いやいや、また。聞こえてるよ。いやいや、この流れ絶対良くない。ニュースさん、ほら、タッパーに入れてくる流れだよ、これ。尿袋と足の皮を混ぜたもの。気持ち悪い。気持ち悪い。マッドサイエンティストのこと言うからだよ、お前。いやいや、そう。山野教授を呼ぶしかない。いや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 、あと、すっぽんだったら、メスとオスがいるんですけど、オスの場合はペニスが、美味しい？美味しいとまでは言わないですけど、うん、いけると思うんですね。いや、それは俺食べたいな。いや、どうやってんすか。走り関係ないじゃないですか、もう。チンコ食いたいでしょ。ちょっと、また今月も一回、もう取れますか取れます、大丈夫です。もうすぐ注文できました。あ、そうっすか。今回はだから、前回は家でさばいてきたからさ、うん、はい、今回ここでさばいてください。いやいやいや。ここでいきます？生きてるやつを。そう。ちょっと時間がかかるんですよね、そうなると。いや、でもいいですよ。だから2時間あるから。別に。なるほど。わかりました。はい。ここで。いや、悪い流れになってます、乗ってた。とりあえずここで生きてるスポーツ。そんなラジオ聞いたことあります？何それ、絵が出ねえ。いやいや、何の拍手？いや、ありがとう。すごいですよ。すごいですよ。本当に。怖い怖い怖い、何この生き地。そういうことですね。生き地はもうアップルジュースで割っていただいて、今世間的に貝毒が流行ってますので、貝をね、潮干狩りなんかで貝を食べることは遠慮していただきたい。貝は貝はなかなか難しいですけど、すっぽん養殖物が多いですから綺麗ですね。あ、大丈夫です。養殖物でしたら血も飲めるし大丈夫だと。尿袋も大丈夫だから、貝が食べれない分すっぽんを皆さん召し上がっていただければいいかな。はいですって。いや、天然物食わなきゃいけないけど、スーパー売ってんの食えばいい話です、貝を。結婚ウィークですか。いや、そうです。結婚今までの話、いろいろお伝えしてるんですか。そうなんですよ。だからって、しょんべん飲めって、ちょっと極端だと思うんですよね。健康ウィークだ。飲尿健康法だから。まあ、なんでも個人差があるからね。うん、これが確実っていうような治療法はない。うんうん、例えば、重い病気、がんとか、うん、心臓の病気、はい、そう、例えばアトピーとか、はい、そういうのでも、私は治ったけど、うん、皆さんがいいわけじゃないっていうことなんで、ね、うん、難しいんだ、ああいう病気はね。全般、難病だから。うん、だから、でも、こういう風なやり方もありますよ、こういう風なやり方もあるんですよって提案してあげることは選択肢が増えることだから、うん、そのいろいろ困ってる人にはまあいいかな、健康にいいですね。でも正面交換して足が速くなるっていう聞いたことないですよね。私は実際そうなりました。いや、もうこれ雑誌の裏のやつになって一番やばいやつでしょ。私はのちさんのしょんべんを飲んでから随分足が速く私もちょっと速くなりました。交換したんですか、しょんべん交換。はい、いや、ユニフォームじゃないですから。かなりいいですよ。有吉さんのアンモニア。アンモニアと足速くないでしょ別に。アンモニアきつめ。きつめじゃない。いや、お酒強めみたいな言い方しても僕は言っときますけど、はい、中学生の時、高校生の時、はい、オリンピックのマラソンの代表の尾形選手と僕学校一緒で、同じ駅伝大会出てるぐらいですから。素晴らしい選手。私だからそれぐらいの選手ですから。成績は良かったんですか。もちろんですよ。区間2位ですから。ちょっと早い。おしっこいただけて。おしっこいただいてもらう。私だってまま努力続けてたら、そりゃ戸方さんはすごい才能だったけど、それに迫るものがあったかもしれない。確かにね、町が盛んでしたから駅伝が。広島県はね、 すごく駅伝、世羅高校も素晴らしいですもんね。3人行きますか。3人のしょんべん。お前はもうただしょんべん飲みたい。そんなこと言ってない。そんなこと言ってない。心外だ。お前はもう、お前はこのペリカンの顎のところに溜めようとしてるのに。してないよ。リスじゃないですから。なんで俺顎でしょんべん溜めるんですか。家で楽しい。家で持って帰って。いや、瓶とかに詰めますって。気持ち悪い。気持ち悪くないですよ。見てないんだから。いますかね、じゃあ。まあちょっとそれはじゃあ、すっぽんのことちょっと一回頭に。ありがとうございます。あとバルトがエストニアへ帰国ということですね。まあ、バルトと小錦と、ラモス・ルイといえば、はい、外国人のくせに関西弁を使って全然面白くないサンバガラスでしたけどもなんでやねんっていうサンバガラスでおなじみでしたけど、あのエセ関西弁が聞けなくなるんだなと思ってちょっと寂しいような気もします。うんうん、うん、渡辺徹さんがそこら辺になってるんで、なんでやねん、なんでやねんなんでやねん、なんでやねんと言うとコージーさんのモノマネを思い出しますし、コージー富田さんといえば、はい、広島の番組で、まあ、包茎手術の先生のところに行きましたら、はい、みんながね、みんなが、先生、これ僕は包茎手術した方がいいですか、どうですか、包茎か包茎じゃないか見てくださいって一人一人、はい、はい、有吉君
包茎じゃない、手術大丈夫です、はい、うん、はい、次、はい、この方、横山さん、アナウンサーの横山さん、うん、はい、あ、はい、包茎じゃないけど、ちょっとやっぱりちょっとかぶってるから、ちょっとあの清潔にした方がいいぞ、うん、はい、分かりました、手術は、手術の必要はない、包茎じゃない、うん、はい、浩二さん、彼はね、手術済みだね。おなじみの浩二さんでございます。古いで並んでただろうな、もう。綺麗にね。言ってよ、浩二さん。どういう気持ちで並んだんだろう。誰で撮ったんだけどな、分かるんだよな。見せてください。めちゃめちゃ脱ぎ跡あるじゃないですか、っていう浩二さん。そんなことあるの？コージーさんの名誉のためにあんまり言わないで。ついこの前ファミレスで、コージー、あの、伝票、あの、例のやつ、やっていただきました。コージーさんに？はい。え？お会計しようと思ったら、あちらの方がもうすでに、つって振り向いてコージーさんがいらっしゃってて。本当？はい。田村さんじゃなかった？田村さんじゃなかったっす。コージーさんに言ってた。違ったかな、あれ。あれ？あ、そう。で、マネージャーさんと一緒になんか泥酔されてて。はい。いや、まあ、いつも泥酔してる、うん。あ、そうなんですね、うん。このことは、周りに言うんじゃねえぞ。と言えという、はい、という包茎手術をしたから男気が男が上がったよね。包茎手術してからやっぱりコージーさんは男が上がったよ。そんな程度で上がるんすか。お前も顎を短くする手術したらどうだ、ね、滑舌よくなんじゃないか。いや、これ包茎の部類じゃないですから。支障ないですから、別にこれ生きてて。いや、ふんがふんが言ってる、はい、言って聞こえてますでしょ、俺の声だって。いや、聞こえてるけど、ふんがふんが言ってるよって、はい、気になる。あの、フレンチブルドッグとか、パグみたいなもんでした。はっはっはっっていう、あの、残りの、はっパグとか、はっ、え、俺の余韻のハフハフあります？うん。何言ってんですか。興奮しすぎじゃないですか、俺。おい、世間、お前、太りすぎだぞ。いや、俺そんな残り香があるか。じゃあした方がいいっすね。俺そんな迷惑かけてますね。そんな迷惑かけてます。ああ今も。今回言ってませんよ。言ってませんよ。いや、言わせて。いやそんなことないですよ。余韻があるか。言ってない。かかしゅんじゃないんだから。そこぶしまってるみたいな。言ってないっす俺は。なんで俺ビブラートついてるんですか、最後顎で自然なハグなんか。いや、ハグって言われていいっすけど、なんか食でのビブラートの。いやー、面白いね。それでね、いや、高男子みたいな。どうしたんですか急に。ベンベンじゃないですよ。話がまた。いや、終わんないから、くどいから、お前ら。いや、お前らじゃないですよ。一回それでね、いや、それベンベンじゃない。ベンベンじゃないんですよ。ベテラン講談師みたいに来てて。何言ったかね、はい、あとはスポーツ、あれどうなんですか、やらないの。マラソン前回何位だったんだっけ、オールスター感謝祭の。感謝祭は、はい、山本3位で、はい、ノッチが4位で、4位ですごいんだね。はい、はい、もうありがたいことに。あれでしょ、はい、あれ1位だろ、森脇さんか。1位は、あの青学の下田選手。下田選手、はい、下田影さん。2位が、下田優太さん。はい、まあ、そうです。で、2位が森脇健二さんで、3位が山本浩二君で、で僕4位です。ああ、そういうことか、はい、ああじゃあ芸能人ではワンツースリーだ。はい、はい、あ、ありがとうございます。なんかやっぱりね、はい、本当に早いのは誰なの。こういうあの、はい、そのご、はい、ごご、まあんまりその有名じゃない人以外で、うん、はい、有名な人だ。いや、全員です。はい、一応、ハンディっていうのがあって、一回優勝したり、2位とか3位に入ったら、もう、本当にあのマラソンタレントとして、そっからスタート。マラソンタレント。山本はマラソンタレント、ね、マラソンタレントでした。ノッチさんはもうマラソンタレントって割り切りは感じるんだよ。あ、はい、山本はマラソンタレントでいいのか。、はい、ちょっとまだ揺れてますね。そうだろ、はい、はい。ちょっとマラソンとネタとの間に、ちょっとまだ、そうだろう。はい、頭にいますね。ちょっと心配なんだよね、マラソンタレントになっていく山本が。そうですね、うん、やっぱ最近ちょっとハリー杉山君と森渡君と焼肉行くって約束してしまいますね。、はい、ラジオネームハイジャックマン、はい、FM 栃木、はい、この前の赤坂ミニジョギングの2位から9位のタレント紹介します。2位森脇健児、はい、3位山本、はい、4位ノッチ、5位ハリー杉山、6位小島よしお、はい、7位東国原英夫、8位小畑のお兄さん、9位鈴木ベイスターズ、元ベイスターズ鈴木選手、はい、はい、すごかった。どこがオールスターだ。いやいや、言うな。
マー。Live on air。さあ、ということで、まあね、はい、オールスターじゃないだろうっていう声も飛んでおります、はいはい。まあそういう方もいますよね。まあでも健康ウィークですからね、いろいろと、最高です。健康のことについて、ラジオの味噌クリームコロッケ。はい、野口さん、山本さん、今愛用しているマラソンシューズのメーカーは何ですか？はい、僕はアシックスですね。アシックス。はい。アシックス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 ですね。ちょっと、キュンとなっちゃいましたよね。どうした？僕は水野。水野。水野、はい、入ってますね。だからという。え？いやいや、シューズに関してだから、有吉さんとの相違。え、は？だから。いや、聞いてきたくせに何よ。ですよね、ダヒ。はい。山本。はい。3.6 キロなんてな、タクシーで言うと1210円。いや乗らねえんだよ、こっちは。浜松町から東京駅程度だ。どこがもう、まあ、もう汗水流して俺たちがもう手に血出るくらい手握って走ってんすよ、僕ら。それ何浜松町 3.6 キロ、はい、坂がありますからね。いや、体感はもう36キロっすよ。36キロじゃん。体感は。もうマラソンリタイアで。いや、そうですね。36キロじゃん。足りてない。今の失敗したな。足りてない。ゴールデンウィークのお話。ラジオの豆腐小僧。FM 岩手。僕は今日新日本プロレスの、武士選手が経営されているカラオケ、唐揚げ屋に行って、唐揚げ弁当大盛りとからコロッケ3個食べてきました。めちゃめちゃ美味しいのでおすすめです。ダメだこいつは。健康を、ね、健康から一番本当、ね、そう油ね、なるべく揚げ物控えて、ね、この1ヶ月、はい、唐揚げ食べたやつマジであのあれだからな、体引き裂いてあそこのなんだっけ、はいはい、新妻が住んで新座の門にぶら下げてやるおっかね怖いな。今家主いねえから怖いマラナシカラシレンコン福島 FM。 私は先日雑誌リサイクルフェアという図書館でいらなくなった雑誌が無料でもらえるイベント行きました。無料とはいえ田舎なので誰もいないんだろうなと思っていたんですが、行くと朝9時前にもかかわらずすでに並んでいる人が、扉が開くとバーゲンセールには取り合い、自分は仕方なく残った知らないおじさんが表紙のやつもらってきました。こういう貧乏症なのやめた方がいいよ。これ後々ゴミになって困るから、また何でもいいからもらっちゃうよ。絶対やめた方がいいな。でもついついやっちゃいますよね。やっちゃいますよね、はい。いやーもう最悪だな。なんかもう思い出したわ、はい、西織と新潟に旅行行った時、山本が新潟出身だからっつって、はい、うまい蕎麦屋ないかっつって、はい、へぎ蕎麦、へぎ蕎麦、へぎ蕎麦屋教えろっつったら、ここですっていう言って、はい、そこのへぎ蕎麦食ったんですよ、はい、めちゃめちゃ水っぽいし雑巾臭いし最低の店だったな。これは殺しちゃった一食損したわ。新潟で全て美味しいもん食おうと思って覚悟で飯食いに行った旅行で、一番最初のヘギそばがお前水っぽくて雑巾臭い、どことだこれ。いやこれだけ反論させてください。いやそんな口をしてないっすよ俺。もうハフハフもう言い訳もできねえよもう。曲はい、いいですか。もうちょっとお願いします。さあ、リオショックサンデーナイトドリーマー、東京半蔵門 JFN スタジオから生放送です。今月のアシスタントはデンジャラスノッチとタイムマシン3号山本です。さあ、続いてこの1週間のニュースを有吉さんにスッキリさせてもらいます。いや、行かせないよそんなの。お前の勧めたヘギそばへのクソまずさ。絶対これだ。のれん天ぷらそば食べた、はい、天ぷらヘギそば、はい、うんうん、一番天ぷらもひどい王道。あら天ぷらよ、エビの天ぷらがもうあれだから、もうフランクフルトみたいな。あら衣がもうマジこれマジメキシコの寿司屋かみたいな。絶対違う。カラッとしてぶっ込みジャパニーズ、おぎやはぎがぶっ込みジャパニーズの寿司仮面が行くところの、いやいやいや困ったお寿司屋さんかよっていうような天ぷら出てくる。マジかこれ新潟。これは新潟代表しわしわし。一回行きましょう、有吉さん。
連れてきます僕。だってお前が勧めた店なんだもん、はい、そこ。僕いやあれ雑巾の匂いで朝一で。正確に11時開店だったらな、はい、お前、はいはい、もう9時には掃除しとけよお前。10時55分まで雑巾で、はいはい、店中拭いてるから雑巾くせんだよ、はい、そこは俺もそう思います。その店はそう思います。だけど俺の勧めてる店お前が勧めたんだよその店は。そこはのれん分けしててもう一方の方なんですよ。喧嘩しちゃって出ちゃったと思うんですよ元のペギー。ああ小分けって意味ですよ。はい、ペギーしたのかい、はい、いやだ小分けじゃないですかそれ。吊るされる俺もニュースいけバカしい。1週間のニュースはレッスンスキーさちもらいます。ニュースいきましょう。まず最初のニュースこちら。世界最高齢43歳のクモ蜂に刺されて死ぬ。韓国の葬式。誰がわかるんですか、ね、誰が泣き女みたいな人いるじゃん。いますね。どっちまでも松井和夫さんかと思っちゃうよ。お母ちゃんお母ちゃん言って。いいえ、そう泣くから。世界最高齢のクモとして知られる43歳のクモがオーストラリアで蜂に刺されて死んだことが分かりました。そうらしいね。死んだのはナンバー16と名付けられたトタテグモ、うん、一般的なトタテグモの寿命は5年から20年とされています。5年から20年っていうのも幅ありすぎるけどな、ね、ちなみにナンバー16以前に最高齢とされたクモはメキシコで発見されて28歳のタランチュラだそうです。これ43歳って信じられないよね。ですね。すごい。なんでそんなことになったの。蜂に刺されて死ぬなんて。うーん、入ったのかな。その無理やり入ってきたのかな、ね、どうなんだろう、はい、どうだろうね。43だよ、うん、俺同級生だからさ。本当ですね。思わずよ、はい、感情移入しちゃいましたか。感情移入したね。だからあの泣きだったら同じだけの人生生きてんのよ。そうですよね。確かに、はい、巨人師匠の弟子やってさ、はい、いろんなちっちゃい子してさ、はい、飯食えなくなってまた仕事増えて、こいつもそうかと思ったらさ、いや 無感情ですよ多分。え43年無感情。足多いな。俺足多いなって思うぐらいで。そんなわけない、43年だぞお前。猫だって100年生きたら化け猫になるって言うじゃない、うんうん、信じられない。なんで蜂に刺させたかなっていうこと。あ、こうやって生きてきたものが、うん、もっと保護してあげないとね。絶対俺許せねえ蜂。ぶち殺そうと思って。めちゃめちゃ感情移入しちゃうじゃないですか。自分刺されたら。いやマジで、はい、マジで蜂全部俺絶滅させてやろうと思ってるよ。同い年なだけで。同い年なだけっすよ。それはそうでしょ。いや同級生やられたら全部この感情になります。なるだろう。43歳の同級生のクモがお前。クモっすよ同い年の。え許せん蜂殺す。あら、でも48歳の蜂って可能、あ、43歳の蜂って可能性もあります。43歳の蜂だったらこれはちょっとまた問題だけど、そうそう、43歳の蜂は出てこないもんな。 あいつらあれだからエネルギー使いすぎるからそんなには生きられない あいつらの生き方は。あ、でも全然尾崎豊式の生き方だから。めちゃめちゃかっこいいですよね。大体ミツバチで1年しか生きてないですね。そうでしょ。命燃やして生きてるからあいつら、うんうん、だから絶対そんなことない。全員後輩蜂。殺す。蜂全員殺す。蜂マジで俺全員殺す。ジェノサイド。B ジェノサイド。B ジェノサイドって呼んでくる俺のこと。恐ろしいな。クモ。いやいや韓国の蜂でしょ。韓国。Day Night Dreamer Live on air.Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer. Sunday Night Dreamer.さあ、ラジオネームラッキーデイビス健康マンスリーでございますから、有吉さん、僕は今日納豆を20パック食べました。めちゃめちゃ健康になりました。いいですね。これ食べれば食べるほど健康になると言いますよ納豆は。100なら100。あ、そうですか。100パックなら100、200なら200、まあ、吐くまで食べろって言いますね納豆は。どこの国の格言ですか。吐くほど食べてほしいですね。いや、ほどほどがいいと思いますよ。何でも健康になるにはバランスよく。ほどほどなんか絶対健康になれませんから。
え、バランスよくいろんなもんほど。バランスよく、ちょっとずつ、ちょっとずつ、はい、健康、健康、ちょっと健康、はい、ちょっと健康、今日はちょっと不健康、うん、今日はが頑張ってご褒美、うん、はい、今日は頑張ります、今日はやめますって言ってたら、うん、蜂に刺されて死ぬよ。終わりです、そんな。一気に、ボーンとやっぱり体力、健康上げていかないと。え、健康で体力ボーン上げたら蜂刺されても大丈夫ですか？当たり前だろ、これ。えちびちびやってちゃダメよ、雲みたいに。こういう雲みたいになるぞ、お前ら。いや、さっきまで感情移入してて、仲間だったね。野さん、取ってるでしょ、やっぱり健康にいいものは、体。そうですね、プロテインさんとか、プロテインはあまりランニングに必要がないよって言うとないんですけど、とりあえず走った後にすぐオレンジジュースを飲むようにして。オレンジジュース?10分以内に。なんで？なんかこれが体がこうスパークするみたいで。スパーク、なんかいろんな俺、アップルとかアミノ酸とかゼリーとかを試したんですけど、うん、その研究者の人が考えたのは、うん、運動終わった後に10分以内にオレンジジュースを飲むと、うん、疲労の回復が早い。へそれ絶対嘘だよ。あ、嘘ですか。で、たまたまそれでドキュメントのテレビ見て、ロナウド選手が。うん、ロナウド、ええ、ブラジルの。うん。その選手が、密着でやってて、うん、で、ユニフォームびしょびしょのまま、うんうん、もう着替えないで、パ、うん、ーっと行ってキッチンに行って、うん、2リットルのオレンジジュースをガーッと一気、うんうん。バカじゃないの、小学生じゃないの。それがなんか小学生じゃあるまいし。いや、確かに。いいみたい。もっとなんか科学的な方が。ク、ク、ク、ク。やらなさいだ。ロナウドママ厳しいな。ニュース。はい、続いてはこのニュースです。小学生が選んだ子供の本総選挙1位は辞典。子供たちが選んだ本のベスト10を決定する小学生が選ぶ子供の本総選挙の結果が発表されました。1位には面白い進化の不思議残念な生き物辞典が選ばれました。残念な生き物なんていねえよ、この世の中に。はい、残念な人間もいねえ、うん、ありがとうございます。なんか表現じゃないですかね、ちょっとこうなんだこいつ、ちょっと残念だなおいっていういじめにつながる揶揄してお前残念な同級生だなって言われたらどうする。確かに。いや、それでも世の中結構いろいろいじめだなんだセクハラだパワハラだいろいろ厳しい割にはこういうのは結構抜け道があるのか。うん、はい、人間以外のことは残念だとか言っていいのか。これ雲が蜂に刺されたって笑ってるしよ。これで引きずってるじゃないですか。ちょっとね、一緒だろみんな、地球の仲間だろ。残念な人なんていません。残念な生き物もいないでしょ。いないです。これスタッフなんで選んだんですか。これなんか怒らない気しない。みんなこの地球の激しい気候の変化とか、はい、生存競争に勝ってさ、はい、今この世の中一緒に共存生活し共存してるわけじゃない、はい、虫だって、はい、象だって、うん、サソリだって、はい、何残念って。例えば紫外線を浴びると光るサソリっていうのがちょっと残念だった、ね、何が残念だ、最高じゃない。え、敵、え、聞いてください。敵に襲われると死んだふりをするオポッサム。あ、普通だったらこれオスカーだろ。オスカーズをあげたいやん。演技ってことですか。そうなの。オポッサムにオスカーを当たり前だ。敵に襲われたら死んだふりするの。演技ですね。今年はオポッサムですって。そうだ。アカデミー賞。いや、そういう世の中になりたい。俺、鳥山明みたいな世界になりてえよ。まあ、パンダとかカバと一緒に学校行きてみたいな。そうだろ。いや、夢ありますね。はい。そう、おかしいよ、ちょっとやっぱ。何が残念な生き物なんだよ。残念な山本って言われたらどうだ、ずいや、それはちょっと心外ですね。いや、でも、はい、それ嫌ですね。一緒で言われてること、おぽっさんもか。生き物をね。そうだろ。はい。おぽっさんを見てに吊らしやがってよ。誰がすか。もうおぽっさんに悪くない。え、めちゃめちゃおぽっさんのこと悪く言ってないですか。アカデミー賞取ったんですよ、おぽっさん。いや、だから褒めてんの。おぽっさんみたいな顔しやがって。うるせえんだお前、おぽっさんみたいな大衆しやがって。これうんこのうんこのこと言ってるじゃないですか、もう。おぽっさん、ね、うわ、もうわ、最悪。めちゃめちゃ悪口じゃないですか、おぽっさん。おぽっさん、もうやだ。俺おぽっさんだけ言われたくない、絶対だ。他の悪口何言われてもいいですけど。こんなんいきます。はい、さあ続いては街の賢者ですか。はい、あなたブルーシータワンカッパーダンボーラーが街の賢者となって世直し、いろんな人にアドバイスを送ってもらっています。
のちさんマジですっぽん買ってきてよ。あ、全然大丈夫ですよ。いくらでしたっけ、はい、あれすっぽん。だってあの養殖場が出たらやっぱり3000円から。あ、安いんですよね、そんなね。ただあのやっぱり技術量っていうのでやっぱりなかなかね、さばけないですよ。のちさんに頼むと3000円、まあ、5000円でも私は買ってきてくれるってことですね。あ、もう全然、はい、私は、楽しみだ。申し訳ないです、本当に。このラジオブースでさばこう。このテーブルをまな板にして。それ違う。走りますよ。ほらほらバタバタって、そんな生命力あるんだ。生命力強いんだな。すげえ。ラジオネーム三平。昨年の夏、静岡県の海岸に、ロード・オブ・ザ・リングのゴラムに似たユーマの死体が打ち上げられ、サーファーが SNS に写真をアップしたものの、1時間後に削除するという謎の怪事件があり、一部では、極秘実験施設で作られた合成生物の死体だと噂されていたのですが、つい先日、有吉 AKB 共和国でもおなじみのオカルトマニア山口敏太郎先生が調査結果を報告していました。結論から言うと、これは猿の死体です。え、千葉の房総半島でものすごいスピードで繁殖をしている外来生物の赤毛猿の死体である可能性が高いと思われます。エペコーかよーめっちゃワクワクしてたのにエペコーの死体かよ、ふざけんなよビンタロー。米軍のクソやべえ秘密基地でめちゃくちゃの拷問を受けたチュパカブラの死骸だと思ったのによ少年の心を持ったおじさんワンカッパーの夢壊すなよ。泣きながら役場で暴れてチンチン出すぞそうか、エテコーだったんだ。ちょっと夢崩れましたね。うん、誰がエテコーだよ。おお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 赤毛猿、あ、これ見たことない。そう、赤毛猿。ちょっとサボってますね、のちさん。袋猿の研究、サボってる。じゃあ、自習までに。全然ダメ、はい。ラジオネーム、ドリンクバーメモリー。マリナーズ一郎外野手が本拠地セーフコフィールドで会見を開き、今季の残り試合には出場せず、球団の会長付き特別補佐に就任すると明かした。チームに同行し、練習しながら選手たちのサポートをする予定だ。うん、おい、一郎、うん、気持ちわかる。うん、もう休みたいよな。でもうさんくさい名前の役職にしがみついて給料だけもらい続けようというのは感心しないね俺もコンビニのバイトやってたけど、どうしても風俗行きたい日は風俗行きますって言って店長に言って休んでたし、今日は一日 AV 見たいなっていう日はビデオボックス行きますって言って店長に言ってたよ、うん、まあ俺はそのままそのコンビニから永久追放されたわけだけどお前も正直もう疲れまして家でカレー食べてたいですって言ったらな、みんな許してくれると思うよ。規模が違います、ちょっとね、うん、休みたいんじゃないんだよな、うん、そこがちょっとずれてるかな、うん、私の考えとは、うん、やめたくないから、うん、こういうことしてるんだなっていう方をいじるべきかな、うん、休みたいよねっていうのはちょっと僕の考えとはこうシンクロしませんね、うん、急に辛辣なアドバイス的ダメだし普通世間的にもそういう見方でしょう、うんうんうん、結構ネチネチいきますね結構いきますね、いやもちろん一通でね、もちろんそれはそうですか成長させるって意味でそういうことですね、はい、ラジオネーム、センターエビス。ムケチンことザワチンがブログを更新なんとママが今日からアメブロ始めたって、うん、タイトルもすごい、ママチンのハチャメチャダイアリーめんどくさがり屋の自分が言うのもなんですが、ママ頑張って続けてね、皆さんぜひぜひ応援してあげてください。応援しねえよ、ザチンの母ちゃんだろじゃあお前泉元屋の母ちゃんの泉節子応援するか、しねえよな泥団子食って腹壊せって思うだろそれと一緒だろそんなことよりお前何マスク取ってんだよ、マスクつけろよ、一緒マスク取るなよ、言わないでよ、誰の許可取ってんだよ、マスクつけろよお前、モノマネメイクがうまいだけで普通にブスだからな。勘違いするなよ、お前。どんなに素顔隠しても化粧じゃ心は隠せない。そういうことだから。夜よ、
俺を詩人にするな。うるせえよ。すごいんだよこれ、勝ち気でな、はい、歌やりたいですってな、オリコン1位取れなかったらオリコン1位取りますみたいなこと。あ、そんな人ですか。いや取れないよって言ったら、じゃあもしオリコンで私が歌で1位取れたら有吉さん何してくれるんですか。じゃあ取れなかったら何してるんですか。そうそうね。まあ、あ、同じ土俵に上がってないからちょっと、うんうん、マスク禁制ですから。なるほど、なるほど、なるほど。あのアナウンサーでもね、アナウンスで言ってましたね。このやっぱり、はい、あのテレビのバラエティの世界、マスク禁制です。一人しかいないじゃないですか。だってマスク禁制、マスク禁制。ライガーさんとかどうなるんですかね。あれはもう、あれも顔だけ。なるほど。あれが顔だけ。そうかそうか。風のマスク禁制です。引っ込んでる。風だったら家でお前寝たろよ。そうですね。インフルエンザばらまくなよ。いや、それはそうだ。確かに。お願いいたします、うんうん。スイングトップ禁制ですよ、なんかね。スイングトップ。スイングトップ。あ、ちょっと今いい季節なんで、一番。この5月から。スイングトップの季節なんで。相変わらず好きなんですか、ね、好きなんですよね。スティーブ・マックイーンが。スティーブ・マックイーン。ああ。え、来ましたね。のちさん、スティーブ・マックイーンになりたいんですか。なりたいんですよ。最高です。ラジオネーム、みんな休みボケしてんのかどうか、大丈夫か。ラジオネーム先走りガジル。アメリカのある高校に通う女子生徒がブラジャーを着用せず登校したところ、うん、教師から乳首に絆創膏を貼るよう指導されたと、SNS 報告、物議を醸している。昨今欧米では女性だからという理由で乳首に対して過剰反応する風潮を変えようと、フリーザニップルに乳首を解放しようというムーブメントが巻き起こっており、一見を知った世間の人々からは彼女が受けた扱いは不当だという意見が多数噴出。彼女のもとには、私の学校でも同じようなことがあった、乳首を特別視するなんて古い考え方と擁護のメッセージも寄せられている。よく言った、よく言った。確かに乳首はただの突起物、おっぱいはただの脂肪、恥ずかしがることはない。わしもおっぱい見てもちょっととしか興奮せん。ノーブラ女見つけてもただガン見するだけ。だから日本の女もこれに賛同し、フリーザニップル、フリーザバス、ノーブラライフ、万歳、うん、大賛成、うん、いいですね。ね。はい。さあ、マラソンやると意外と乳首に、ずれるから、はい。絆創膏貼るか、マストでやりますね。ワセリンを塗るか。はい、それがもう甘いんだよな。甘い。うん、ま、特別視してるじゃん、乳首を、それこそ。え、乳首を特別視して。痛くなっちゃうんで、擦れて、あっか血出るんですよ。じゃあもう全身、はい、もう前は全部絆創膏貼らなきゃ。へそも、胸板も、全部、全部。乳首だけ貼るのは特別視してる。乳首だけが突起物なんで。乳首を特別視してる。はい、いや、じゃなくて、乳首が弱い存在だって思われちゃう。弱いんですよ。そうね。擦れて、弱い、だから感じるんですよ。うん、オポッサムはそうだよ。俺はオポッサムじゃねえ。なん、絶対のオポッサムいいから何でもいいっすよ、俺。スポーツもいいっす。Slay Night Dreamer Live on Air。さあ、有吉さんでね、ドラマ1時間経過近づいてまいりましたけどもね、いや、乳首擦れるからってさ、はい、絆創膏で守ってたらさ、はい、じゃあレースの途中に絆創膏なんかの拍子にポロッと外れたらさ、はいはい、あとどうすんだ、じゃあ 42.195km の 30km ぐらい。で、絆創膏ない状態で痛い痛いってリタイアすんのか、お前。それはさすがにないですけど、うん、予防、予防じゃねえ、そう、鍛えろよ。俺に張本さんみたいなこと言わせるねえ。鍛えるんだよ、それ。まあ、プロ野球選手でも手の豆、指先の豆なんて、硬ければ硬いほど一流だよ。豆のないプロ野球選手なんていないんだよ。手のひらが硬くない野球選手なんていないんだよ。乳首が柔らかいマラソン選手なんていねえんだよ。いますよ。セコガチガチだぞ。いや、そう、聞いたことない。セコの乳首ガチガチだよ。聞いたことない。シコ。アイアン乳首なんて聞いたことないですよ。ガチガチだよ、お前。ロサモタの乳首なんて、お前。旦那が言ったんだから。噛んでもこっちが負けちゃうよって。ロサモタの乳首、めちゃめちゃジョークじゃないですか、それ。硬いよ、それ。血を出して、血を出して、血を出して、かさぶたにして、かさぶたにして硬くするんだ、乳首を。乳首だこ。乳首だこだよ。乳首を、乳首じゃなくてタコにすんだよ。何余ったらどこで言ってんだよ。感度なくなるのも嫌なんじゃないですか。感度なんて関係ないんだよ、そんなもん。もともとコリコリにするなよ。え、血だこ。
巨乳の人は感度が悪いんじゃないかっていう昔悪い考え方あったけどね、はい、硬くしたって感度はあるよ。高橋由伸の手の豆ペロペロ舐めてやったらもう興奮して言ってやがったよ。そんなわけないでしょ。また後で。いやマジで。さあ2018年5月6日日曜日、時刻は夜9時を回りました。この時間からお聞きの皆様、改めましてこんばんは、有吉弘行です。今月のアシスタントはデンジャラスのちとタイムマシーン3号山本です。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送、サンデーナイトドリーマーでございます。こうやってゴールデンウィークとか終わってまた明日から日常が始まるなぁなんて言うと、はい、ちょっと気持ちが落ち込んだりとか、うん、結構自殺増えたりとか、そういうことありますけども、うん、なるべくやめてください。いやそう、絶対絶対絶対やめてください。本当に、はい、行きたくても生きれない雲がいるわけですから、うん、ですね。43年の命幕を閉じました。まだ行きたかったのに蜂に刺されて死亡ですって、はいはい、そんな雲がいるんだっていうことを思ったら、はい、もうちょっと頑張ってくださいよ。蜂に刺されるまでは皆さん生きてくださいよ。9時またいでもそれ行きます、ね、ラジオネーム中山にんにくん、はい、FMC が43歳のクモが死んだこと僕も悲しいです。え、クモの代わりに山本の顎を刺して頭くちゃくちゃにしてやるやってんだよ。何言ってんだこいつ、おい。メール見してくださいそいつ。ダメだよ。なんでですか。見るの死神は。死神オポッサムよりやるくらいですかそれ。ラジオネームバラバンディ FM 群馬、山本、はい、てめえ有吉先輩に雑巾のそば食わせてヘラヘラしてるってどんな神経してんの。違う店だってんじゃん。相当なクソ親に育てられたんだよ、ね、親ごとヘギしたのかい。もう一人ヘギされてんだよ、うちの親も。父親だよ、もう。バラマンティ、はい、FM 群馬、山本、はい、てめえの地元じゃ雑巾がソウルフードなんだってね。違うよ、気持ち悪いんだよ。一族老頭ヘギしたんだ。もう一人ヘギされたんだよ、もう。何なんだよ。ラジチェコの大砲、うん、FM 栃木、山本、なんだよ、雑巾で出汁を取ったそばで、いや、そば有吉さんに食わせるとか死んでやらない。健康人間として恥を知れ。いや、恥を知れじゃないよ、もう。ラジオの体勢の体勢、うん、山本止まんねえな、おい。お前本当にオポッサムみてえな顎してんな。万力で挟んでぐちゃぐちゃにしとるか。腹立つなあ。オポッサム知らねえけどめっちゃくちゃ腹立つな。ラジオネーム弟子の正彦、はい、有吉さん、僕はアシナガバチ6匹とその巣を2つ毒の能力で破壊したことがある。ぜひ蜂を殺す会に入れていただけないでしょうか。蜂を殺す会には入れられませんが、うん、山本を殺す会には入れて、絶対生きてやる。43絶対超えます俺、蜂に刺されても。お前明日、はいはい、自分家のドア開けたら蜂がいっぱいいるよ。家の中蜂まみれだ。リスナーの仕業だな。やりやがったな。殺せる。殺してやるから。いや絶対俺何度されても大丈夫です。アナフィラキシーショックで死ぬから。いや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 、どんな蜂でも俺毎日だ。毎日蜂に刺される。2回刺されたら死ぬのに。毎日毎日絶対大丈夫。俺そんな蜂ヘギしてやりますよ。野口、はい、さん最近はちょっと危険なヘキ地とか行ってないんですか。前はよく行ってたよね。つばさけのところとか、はい、そうですね。アメリカが多いですね。アメリカ、はい、アメリカの、まあ、こう綺麗なところじゃん。そうですね、セドナとか。あ、セドナ行った、はい、いわゆる、グランドキャニオン。昔淳さんが行ってパワースポットだっていう。そうですね、グランドキャニオン、はい、そこ行きましたね。先月、はい、行ってきました。仕事で、仕事で、はい。セドナで何するんですか。占いとかやんの。あのゴーストホテルに泊まるっていう。幽霊、幽霊の、出た、なんかね、いろんな怪奇現象というか、もともとフラッグスタッフっていうところにいたんですけど、うん、標高が高いんですよ、2500メートル、うん、まあ、富士山でいうなら2500メートルだから、うん、気温の寒暖差が激しいでしょ、うん、だから夜中になると鉄管みたいなところがカキャンカキャンとかっていう、それがいわゆるそのラップ音だとか、うん、そのいうになって、でいろんなスターの方たちが泊まって、あ、出る出るって言うと、
こうなんかアメリカの人たちってなんかエンジェルがいるなら、うん、こうデビルもいるだろうっていうことで、うん、デビルが会いたいみたいな、へ、会いたい、会いたいになって予約パンパンなんですよ。バカだな、オカルトなんて信じやがってよ、いねえよそんな。もさ番組大否定ですよ。いやね、そうね、お化けなんていねえから。あら、いない。お会いしたことないですか。お会いしたことなんていう敬語使う必要はねえよ。お化けなんていねえんだからよ。そんなお化けなんかに敬語使うんだったら、お前43年生きた雲に敬語使えよ。何だったんすか、もうずっと言ってるじゃないですか。もうお前より先輩だったんだろう、お前。いや、先輩でしたけど。雲様って言え。いや、妙な綱吉みたいになってますよ。何雲様って。お雲様、いや怖い、変な、お雲様って言えよお前。やだよ、なんか江戸時代のよく分かんない洞窟で。やだじゃないのお前、刺すぞ。いや、それ蜂じゃないですか、もう蜂を倒すって話でしょ。テラフォーマーで言うて、俺蜂の能力、お前オポッサム。弱そうだな、オポッサムの能力。野口さんはね、野口さんはね、何、ウジ。やべえ、死神か。ウジウジ弱いじゃん、もうネットとかかけたらもう溶けちゃうもん。そういや、ウジさん捕まったな。いや、どっから来てんすか話。あのラッパーのウジさん。いやいや、そうですね、はい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 、大麻かなんか、はい、面白い人だったのに。そうですね、あれみんな怒ってたな、やっぱこういうカルチャーがまたそういう風になんから逃れられないみたいなこと、番組もやってましたし ね、 夜中ね、はい、ダメだよな、もうどうしてやっちゃうんだよな、ああいうことな。困ったもんだよ。いや、僕もなんか番組で一緒になってましたよ。でもなんか MC やってるやつで、うん、そのやってくれてました、紹介とかのやつ、宇治さん、はい、宇治さんがだ、ちょっと仲良くなったという感じで、ね、関ともすごくなんかたまたまひな壇の上の方で100人ぐらい出るようなクイズ番組で隣になって、一番最後になんか賞金100万とか持ってきましたけどね。まあ残念だよな、はい、ケチつくからな、そんなことで、うん、本当だ、マジタイマーそんなやるぐらいだったら、まあ、いろんな理由言うじゃん、タイマーは健康にいいんだとかさ、はい、実は体にいいんだとか理由、はい、うんうん、ああいうのも、でも今はダメなんだから、うん、もうやんないで、ね、酒ガブ飲み、うん、最高、酒ガブ飲みが最高。バンバン飲んで、まあまあまあ、意識飛ばせるのが最高。法律で認められてんだから、酒ガバババ飲んで記憶飛ばすわ。そうですね、タイマーなんてやってんじゃねえよ。テンションがそっち、テンションがそっちなんですよ、もうね。Slay Night Dreamer Live on air. Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.com/dreamer. Slay Night Dreamer. あの、この前なんか、あの、正直散歩っていう番組のロケしてたら、はい、ちょっと前だけど、あの神社の中にさ、なんか女の人が、わ、おいおいって来たからさ、はい、おい、なんじゃこれ、くっつくれ、くつまめ殺してるかって。正直すぎないですか、ちょっとその散歩。日本刀をシャーッと抜いたらよ、さやか。そしたら、野地さんの奥さんですよ。そうそう、ああ、野地さんの奥さん。おい、友美ちゃんかい。つって。偶然、さやに収めたんだけどさ。でもちゃんと、あの、オンエアにも乗せていただいて。いや、まずショーパン止めないと。そんな、刀日本刀出して、急に。いや、ババアだけどね。いや、ババアだけどじゃないですよ。ババ杉並くんに日本刀振り回して、まあ、捕まるでしょ、だって。何やってんすか、正直すぎるんですよ。いいところ、いい幼稚園行ってね。そうなんですよ、ね。神社の中にあるね。幼稚園がありまして、そこにあって。え、あ、そうなんですか。そんななんか落ち着いた場所で、はい、おーい、出てーなんて来てから、うじゅーるさまーって、神器なき戦い。バーッと袋にね、土水、あの、からし一枚になってさ。刺して、ぶっ刺してやろうと思ったら、野地さんの奥さんが、あーってなったよ。岩下島さんも散歩してる。誰、誰散歩してるんですか、ゴルフの話ですか、昔高し。昔高し、俺、そうだよ、やっぱり。昔めちゃくちゃ上がる、有吉のテンションが上がるメール募集してます。はい。ラジオネーム、ショッピー。天海祐希さんに、ちょっとでも動いたら肉がそげちゃうからねーと言われながら、チンゲとケツゲをサバイバルナイフで堤防してほしい。うん、天海さんそんな丁寧なことしないと思うな。もったいたんに塩で揉んで抜くだ。なるほど。アフロ宅配便、
冷蔵庫が壊れたので業者の人に直してもらおうということにした俺。そして家の中で業者の人を待っていると、そこに現れたのは米倉涼子。米倉涼子は俺の家に土足でズカズカ入ってきて、無言で冷蔵庫を直し始めた。そして修理が終わると、米倉涼子は俺に向かって、お前んちの冷蔵庫アナルみたいな匂いするなぁと言いながら冷蔵庫のドアを思いっきり閉めてほしい。もう一個やっぱりご褒美が欲しいよな。お前んちの冷蔵庫アナルみたいな匂いするなっていう不可量的なセンスないだろ。お前んちの冷蔵庫アナルみたいな匂いするな。いや、それ全然アナルじゃねえから。ちょっと斜めになって。ちょっとだから興奮はしないですね。お前んちの天井低くない？ってやつだね。はいはいはい。表札かまぼこの板だよね。だよね。はいはい。なるのに。お前んちの冷蔵庫アナルみたいな。使わクオリティが許さないよ、こんなのは。ラッパーザキバチョフ。アメリカ行きの飛行機に乗ったら、女優を引退して CA になったキャメロン・ディアスが俺の前に現れて、ビーフ・オア・ケルヒャと聞いてきたので、俺は躊躇なく、ケルヒャと答えたところ、ズボンを脱がされ、ケルヒャの水を金玉に当てられ、泣き叫ぶ姿をテイラー・スウィフトにお仏を見るような目で見られたい。いやー、これ惜しいなー。あら、ケルヒャの水なんで金玉に当てるかだよな。というと、それはもうぶち込まないとウォシュレットとして。どうだった、はせた。空中で。なんじゃその飛行機。じゃないですよ。ビルゲ五木ひろし。息を止めている時だけ透明人間になれる能力を手に入れた俺は、松岡真由ちゃんの部屋に入ることに成功。真由ちゃんは帰ってきてすぐ靴下を脱ぎ捨てる。靴下の新進の新月面が描く放物線は俺の顔面へ。靴下の匂いを嗅いだら見つかってしまう。でも鼻の先には仕事終わりの靴下が今にも落ちてくる。靴下が宙を舞う2秒間の葛藤の後、靴下の着地とともに大きく息を吸い込み、ゆずの栄光の架け橋、全力で歌いたい。もう我慢すりゃいいだな。うん、透明人間になってんだろ、はい、でも食べたら、そうか、胃のところで靴下が浮いてる状態になるからバレちゃうのか。まず食べますか、食べますか、まず。え、食べますか食べませんかですか。はい、食べます。いや、当たり前のように食べますっていう話にはなってますけど。靴下って食べます、食べます。え、どうする、顎のところに溜めるってこと。どういうことですか。顎のところに、いや、家持って帰んないですよ、これ何と思ってんすか、俺の顎。え、巾着袋。巾着つけてんすか、俺。彩り花火。仕事の失敗をして上司に呼び出された俺、部屋のノックをして失礼しますと声をかけると、そこに座っていたのは水木有沙。早速向かいの椅子に腰掛けると、おい豚、誰の餃子でそこに座ってんだと氷の女王さながらの目を向けてくる。俺はすいません、すいませんとその場で土下座をするが効果はなし。生足で顔面を踏みつけられ、息ができなくなり呼吸困難に陥る。そこから追い打ちをかけるように溝落ちを蹴られ、無理やり呼吸を戻される。そんな夢のような拷問が夢落ちでないことを願いたい。しかし現実の俺の上司は谷涼子。そんなことはないのであった。現実が谷涼子が上司ってなんだよ。まだ冷めてないんじゃないか。冷めてないね、夢だな。のちさんは最近はあれですか、はい、あんまりそういうことしてないんですか。何ですか。ペロペロガールズ行ったり。ペロ。え、何ですか。下北沢、25年ぐらい前ですか。下北沢、ね、下北沢、相方の安田君が紹介してくれて、はい、いいところがあるぞっていうことで、安田さんゴールドカードもそう、おめかい、もうほんと P2G っていう、 P2G、 そうそうそう、会員証、健全なお店ですよ、はい、そこに行ったら、はい、健全でペロペロガールズヘルスだ。だからその、はいはい、お店で入ってる、もちろん8歳以上だったら大丈夫なお店で、うんうんうん、
それ、顔パスですよ、浅田さんに。ええーね。で、紹介されて。うん、初めてです、俺。P2G。P2G 行って。お前の愛が、うち、足の指を一本一本舐めてもらえよって浅田にアドバイスしてもらって。そんなの言っていいのって言う。もう言っていいよ、つって。一本一本だぞ。舐めてもらう。なんで声出た声出るね。のちさん。三本目。四本目。ラスト五本目。ガガ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 ガ恥ずかしいよ俺。何が？どうした？いやいや、まあ25年ぐらい前の話だから、独身時代のね。はい。山本は、あれだろ、はい、どうせ、はい、新宿とかにいる、家出少女が、歌舞伎町とか立ってる人に、はい、交渉したりしてんだろ。やるわけない。12歳とかの。やるわけないじゃないですか。ラジオ。いや、ラジオネーム行かせない、行かせない。まず、俺の名誉のために否定させてくださいよ。やばいじゃないですか、俺。そういう、いや、声かけてるおじさんいるみたいですよ、そういうの。あ、いや、ダメだぞ。もちろんですよ。あんなもん、警察取り締まりゃあんなもんいっぱい立ってさ、やってよ、ほんと。で、あいつらさ、だいたい客引きとかでもそうだけどさ、うん、パーッと警察来たら、ファーッと逃げてさ、うんうん、またちょっと、10分ぐらいしたら、パーッと戻ってくるの、あれ警察舐めやがって。うんうんうん、やったらんかいと思う、いつも。しょっぴけん、全員と思ってさ、網かけて、マジで。ほんとそうです。マジで網だよ、もう。と網。ほんとですよ。バーッと。あ、だって収まんないで、あんなことやったら。うん。次から次へと。なんだよ。いたちごっこいたちごっこだ。山本みたいなやつが。いや。得するみたいなやつですよね。だから俺はやってないですけど、俺みたいなやつがやってるっていうのは、まあ、現状であるんじゃないですか。まあ、確認は取れてないわね。いや、やってないですよ。ラジオネーム。今本人が、ラジオネームは絶対言わせない。あははじゃないですよ。ラジオネームアフロ宅配便。はいはい泉理香ちゃんが経営するコーヒー屋に行くことにした俺。中に入ると泉理香に注文を聞かれ、俺はエスプレッソで、と少しカッコつけて答えると、満面の笑みでコーヒーを入れ出した。会計を済ませようとすると、値段が1杯12万円だったので、俺は、あ、なんでこんなに高いんだと抗議すると、泉理香は、私のパンツでドリップをしてますから、と答えたので、俺は文句なしに12万払って店を出た。しかし、店を出た直後俺は、ブラックにしとけばよかった。わかる。これやば。いいですね。いやー、店出たのが偉いな。俺もう一杯飲んじゃうな。おかわり。ちょっと味薄くなっちゃっても。うん。これはいいね。これ実際流行るんじゃないかな。とわみ、とわみ持ってきてください、とわみ。とわみってな。とわみ。よく捕まえないと。日記行きます。皆さんの日記を覗き見してます。ラジオネームおまっとさんでした。俺が教室に入ったらシーンとした。これが大谷も味わったというサイレントトリートとか。でも俺の場合ずっと無視されてるんだけど。日本とアメリカじゃやり方違うのか。違うな。ラジオネーム三平。久々にネクタイをつけたら取れなくなったから大きいハサミで切った首もちょっと切れて痛いって最低だなラジオネームギンギンしてんじゃねえよシャワートイレのビデオを紛失してその水に向かって放尿したらハリーポッター死の秘宝パート2のラストのハリーとボルデモードの魔法がぶつかり合うシーンみたいになると思ってやってみたけど、ビデの先端に尿をぶつけるのが思いのほか難しくびちょびちょ。お母ちゃん。ごめん。面白いな。やろうとしてることは面白いけどな。ってことわかりますね。うん。ラジオネーム餅2個。夜の街を歩いていたら、ブランド服のお店のショーウィンドウにガンガン当たるハエを発見した。なんだか今の自分と重なって悲しくこの人すごい人だね雲で泣ける人だな俺と一緒だそうかうん。ラジオネームラッパーザキバチョフ、ゲームオブスローンズちゃんと見たいのに、うん、
すぐおっぱい出てくるから、うん、オナニーしちゃってちゃんと見れねえよ。わかる。竜の女王ね、竜の女王のところやっぱりいいですね。一旦ブレイクします。さあ、ここで地震の情報です。報道部の渡名喜さん、よろしくお願いいたします。はい、それでは地震の情報をお伝えします。先ほど午後9時13分ごろ、熊本県熊本地方で最大震度4を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。先ほど午後9時13分ごろ、熊本県熊本地方を震源とする地震がありました。震源の深さはおよそ10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.9 と推定されます。この地震による津波の心配はありません。以上、地震の情報をお伝えしました。そう、ということで、まあ、地震ですから気をつけていただきたいと思いますけれども、はいはい、今夜のメールテーマはゴールデンウィークレポートでございますね。ゴールデンウィーク皆さん何してましたって、まあ、最後だからね、もうあれだろうけど、まあ明日からしんどいぞ、あの、また日常生活戻るの、うん、でも頑張ってください。まあ雲が蜂に刺されたことを思えば楽勝でしょうよ。とんでもなくやっぱ刺さったんですね。刺さりましたね、はい、まあだから明日会社行くときに蜂に刺されないように気をつけてください。すごいじゃん、雲の恨みが全部乗り移ってますね、アルさんに。当たり前だよ、同級生だよ。いや、山ほどいるでしょ、同級生の。ゲス沢、FM 群馬。僕はゴールデンウィーク休みを利用して84歳になる祖母の家に遊びに行きました、うん、祖母の家の玄関になぜか足の抜かれたコガネムシの死骸が2匹置いてありました、うん、祖母に置いてある理由を尋ねると、ああ、コガネが入ってくるようにだよ、うん、とのことでした。多分祖母長生きすると思います。まあそういうふうに言うよね、昔ね、うん、まあ、蛇の脱皮の皮財布入れとけとかさ、ね、そういうのあるんだよね、うん、結構ね、うん、まあ多分それ全部迷信だからマジで捨てた方がいいぞ、ね。人たちですね。切りますね、今日も。切ってねえよ。あれよ、しょうやぶん。オカルトが嫌いなだけだから。あ、そう。縁起で担いだりするの好きだよ。俺だって毎年熊で買ったりしてるし。ああ、そうですよね。初詣神社くして、はいはい。それは、あの、別に、なんか、経済活動の一つだよね。ああ、うん、なるほど、そうか。経済が回ってるじゃない、あれで。そうですね。うん、だけどなんか別になんか宗教的なことでさ、はい、なんか誰か脅してさ、変な壺売ったりさ、うん、それちょっと違うね、詐欺とやってること変わんないだろうって、お金の回り方が健全じゃねえだろうって今の許せないね、俺は。うんうんうん、ラジオネーム豆腐小僧、今日すごい FM 聞きに来て、ゴールデンウィークにメキシコ料理のランチバイキングに行ってきました。辛いものをたくさん食べたので体重が1キロ痩せました。健康になりました。下痢してんじゃねえか。ゴールデンウィークにメキシコ料理のランチバイキング行く？行かないですね。まあ行かないよね。夏休みの中日なわけだけどな。はいはい、行くとこなくなった人がね。ゲルマニウムファンタジー FM 群馬。僕はお金がなく、ゴールデンウィーク中にはどこにも行けなかったので、スーパーでビッグジャンボアナゴを180円で買って、3日分の朝昼晩用に切り分けて、お粥で食べました。いいですね。最高だ。いいですね。いいね。こういうの分かるよ、でも。お、はい、金ないんでしょうがないよな。うん、本当にな。野口さん、子供とどっか行ったんですか、ゴールデンウィークは。映画行きましたね。行くらいなんて。え、それでってランニング系はコーチトレーニングだろ。何サボってんだ。なんでここで曲打てるんだろう。怒られた。怒られた。はい、というわけで曲ですね、はい、花歌アレキサンドロス、最片日。はい、アレキサンドロス最片日で花歌ですね。すいません。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage.
さあ、東京ハンズの JFN スタジオから有吉弘行と、デンジャラスノッチと、タイムマシン3号山本がお送りしています。続いてポエム。私とゲスナー連中が対決しております。今日のお題は、池。はい。というか、早速、ゲスナーの作品行ってもよろしいでしょうか。ちょっとゲスナーも不利だな、山本が読み手だったら。あら。ハフハフ言っちゃうから。1.2 マシでいきたいと思います。そうだな。はい。任せてください。ラジオネーム、ダイヤの4。タイトル、心の池。好きなあの子のお弁当箱と箸を舐め回していたら、机の角に頭ぶつけて内出血してしまった。野球部の掛け声と吹奏楽部の楽器の音が夕日と混ざり合って、僕の心の池の水面に反射して眩しい。ふと顔を上げ見回した教室。誰もいない僕一人の空間。黒板や机は僕を見て見ぬふりをしているみたいだ。僕の心の池にいる感情という名の魚たちがいつもより元気に泳ぎ回る。僕は焦って次の快楽を探す。好きなあの子の体操服。チンコに巻いたりエトセトラ。もういいや。そう感じた途端、魚たちは泳ぐのをやめて深く深くそこへと潜っていく。この世のすべてのことに興味がないように取り繕うために上履きを下駄箱に強く投げ入れた。上履きがぶつかるガンという音に魚たちが少し反応したような気がした。以上でございます。はい、まあ最初の頃は情景は見えたけどな、はい、ちょっと学校の情景は見えて。いわゆるタッチの朝倉みなみちゃんと、はい、セックスしてるような気持ちが。なりましたなりました？ちょっと後半ちょっとやっぱカッコつけすぎかな。そうですか。ノッチ。はい。じゃあ続いてもう一つのゲスナーの作品を紹介します。ラジオネーム、ジュラメンテで、タイトルは、池。夜中の公園、池のほとりでしこる俺。月明かりに照らされ、水面に反射する我が祈祷。季節外れの雪のように池に降り注ぐ精液。それをむさぼく魚たち。俺の DNA が池の中でパンデミック。女ども、この池の魚を食し、俺の遺伝子を残してくれ。一心不乱に奪い合え。この街も俺の遺伝子が侵食する。ここでの仕事は終わりだ。今宵はどこでしころうか。池に見せられしこり旅。まだまだ道の途中なり。笑ってんのいや、もう下品よ。そう、もう幼稚。ごめんなさい、ほんと、ちょっと、祈祷っていう字でもちょっと。やばい、ごめんなさい、ほんとに。最初からのしこるとかさ。はい。しこらない。ちょっと多かったっすね。今週は健康ウィークだしね。そうですね。あんまりそういう下品なら、うん、受け付けてません。はい、上品なのいいですか、じゃあ。元気なね。はい。健康ウィークらしい。はい。お願いします。私、有吉。池です、ございます。はい。池から飛び出たハッピーターン。はい、はい、健康飛べないで、はい、ごめんなさい、最初が肝心だったね、あまりにも、はい、すいません。池から飛び出たハッピーターン、パウダー探して砂漠を目指す。山を下り谷を越え、犬に侵され猫としゃぶ漬け。女に溺れて裏カジノ、マッポ殺しで懲役太郎。池から飛び出て30年。腐った日本でジ・エンド。お里のお池が恋しいよ。お里のお池が恋しいよ。
ひどいよ、ちょっと。ひどいよ、いや、再戦止められたから。いや、ちょっと、違う。いや、ね、いや、ちょっと、かっこいい歌なんだよ。どこが、終身の式でしたよ、もう。ね、ここいいね。一番さ、マッポ殺しで、ちょっと、気に入ってない。いや、確かに、ね、もう語呂は良かったです、非常に。ね、気持ちいいかと。いけるから、気持ちいい。リズムは重視したの。リズムは気持ちよかったです。今日そこのテーブルで書いてたら、そこに、はい、ピーターが。それこそ小学生じゃないですか、もう。目についたもの。いやー、しまった。やっとは。でもちょっと、ハードボイルだな、そうだろ、そうだろ、はい、それは分かっただろ、受け取りました、非常に。ありがとう、ありがとう。はい。稚拙な感じはなかったですね。そうだろ、はい。下ネタもないし。だから、尻滅裂でありましたよね。はい。何言ってんだろうと思ってましたよ、ずっと。大人が。判定ジャッジ。あれよし、いやもう癒着ですよ、俺もやってること何がだよ、ゲスだっていう素材あるんですか。あるよ、めちゃめちゃあるよ。あるんですか。めちゃめちゃなパターンあるよ、100個あるよゲスだよゲスだよいやじゃあそれ言わしたいでしょ、絶対自分が選んだやつだったら、うん、いやでもそれしか出ないんだ。絶対今月中に出します。じゃあそう、はい、今月中って、だって、これ隔週だから、あと1回ぐらい、2回かな？え？あと1回しかないんじゃない？あらら、そうだよ。あ、そうなんすか？これ読み手の、読み手の敗北でもあるからね。いや、それはちょっと悔しいですね。やっぱ山本はふんがふんが言ってたもん。言ってました？うん。読み方あるんだなぁ。ふんがふんがんけ。もう言ってた。いや、もう聞こえてないじゃないですか。ふんがふんがんけ。うわ。え？いや、なんだ？え？好きなあの子の。好きなあの子の。ふんがふんが。ハッコさんみたいになってる。好きなあの子のお弁当箱。箸舐め回してたら、机の角に頭ぶつけて内出血してくる。こら、パグ。シーシーじゃない、お前だから。俺なんすか、これ。お前の音だから。パグ入り込んできたから、ブスに急に。お前の音だから。次回、テーマどうしましょうか。ノーツさん決めてもらおう。え、何ですか、池とか。テーマ、池とか。はい。何でもいいですよ、何でもいいです、別に。すっぽんですか。すっぽん、はい、わかりました。すっぽんでございます、次回のテーマ。ありがとうございます。13日じゃないね、20日だね。20日が戦いの日でございます。20日します。5月20日、すっぽん、テーマはすっぽんでございます。何さ、行ったって、映画何に行ったって、ボスベイビーっていう。ボスベイビー、あの赤ちゃんの。シュワルツェネッガーが妊娠するやつ。シュワルツェネッガー、妊娠はしないです。しない。赤ちゃんがそのままこう、大人にならないで、うん、ずっとこう、社長さんになって。社長になっていくやつ、なって、ちょっといろいろこの。トイザラス日本支店は、子供の夢を応援します。聞くかな、今のトイザラス。今のトイザラス。アメリカのトイザラスは潰れちゃったから、日本大丈夫かっていうことで。ベビーザラスとトイザラスありましたね。今ね。はい。トイザラス。その CM 今やってますね。はい、やってますね。僕らはトイザラスキッズ。はい、ありがとうございます。はい。そういう映画ですか？いや、そういう映画ではないんですけど。一緒のようなもんでしょ？まあ、3人家族がいて、そこに新しいベイビーが生まれてくるんですけど、そのベイビーは、ちょっと、大人なんですよね。お母ちゃんなんだけど。あ、そうなの。それがこう、いろいろ。もう生まれた時から大人ってこと？ボスなんだじゃん。いや、成長しなかったよ。赤ちゃん、形は赤ちゃんなんだけど、頭の中はもう大人っていう。おじさんで出てきたわけじゃない。おい、なんでこれ、おい、なんでこれ、おい、おい、どっから、おい、どっから出てんだ俺はっていう。ホラーですよ、それ。分娩台から。奥さん大丈夫？めちゃめちゃ喋ってる。ちょっと。違うね。違うけど、子供が見てても、こう楽しめるような大人まで。楽しいの？それは、のちさん見てても。うん、楽しかったですよ。はい。まあ、普通に見れました。山本は見てないの、映画は。映画は、ついこの前見ましたね。何だ？グレイテストショー。ああ、グレイテストショーマン。はい、グレイテストショーマン。わーわーえ？そうだろ？見ました？そうだ、曲。いや。ガラス割れますって。な、どう？いや、違う。Live on air. Send us a message.
message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer Sunday Night Dreamer。さあ、もうラスト近くになってまいりました、いろいろと質問なんかも来ています。健康系もいくかな。ラジオネーム、味噌クリームコロッケ。有吉さん、僕は今日グリーンスムージーを60杯飲みましたいいね、飲めば飲むほどいいからね。いや、そんな通説ないですけどね飲んだことないだろう、グリーンスムージーなんて。山本、まあコンビニで売ってるような、まあ、簡素なものとありますよ。あ、そう、はい、うん、コンビニでそんなもん買うの。はい、あ、そう、割と、うん、僕本当に健康志向、気使ってるんですね。はい、はい、だって健康で、なんで健康、長生きしたいから。長生きしたいというか、まあ、病気したくないっていう、うんうん、まあ、相方もあんな感じですし、うんうん、でも対極の食事をしてますね。うーん、長生きしたっていいことないぞお前いや、人間誰しもやっぱり、僕結婚してやっぱ子供も欲しいですし、ゆくゆくは孫とかも長生きみたいじゃないですか。いや無理だよ、今めちゃめちゃしてる時、お前だって、はい、来年の今頃蜂に刺されて死んでる。死んですか俺俺死に蜂っすか家帰ったら、気をつけよう家帰ったら。1万匹の蜂。うわ怖っ怖っ、もう痛くねえんじゃねえかな。全身にミツバチいっぱい、ブラ、あの、まとわせてヒゲみたいにするおじさんとかいるじゃん。いますね、中でミツバチ全身にまとわせるおじさん、はい、いますね。あの挑戦中に、はい、急にミツバチ全員が反抗する。あれ刺されないからまだ成立してますよね。いや、そうなってるけど、お前の場合、その俺のサインでプチプチプチ、うわ、死亡、球体になりますよ。もう、そう、刺されて、残念だけど、パンパン、痛い痛い痛い。いや、もっと別の死に方したいですね。毛先切りかじゃ。いやいや、どっちかじゃないですマッツさんはグリーンスムージーとか飲む？あのポイント貯めて、たまたまあの機械みたいなやつ、 あれであのいろいろ水菜とか入れたり、こうバーっと、水菜、水菜とか、あと水菜とほうれん草、水菜と水、水菜と水っていうか、まあそれ安田さんと一緒にほうれん草の似たやつに水子供飲ましてるのと一緒にねえ、質問もあるけど、はい、はい、論より証拠の大ライス健康マンスリー、お二人は赤坂お散歩大会のために日頃からどれぐらいトレーニングしてるんですか。せめてジョギングしてください。まあね、いろんなこうトレーニング方法がありまして、はい、僕はインターバルとトレーニングをやってます。何インターバルトレーニング。一回も例えば 500m を全力でガーッと走りますよね、うんうん、そしたらちょっとあの1分ぐらい、うん、その心拍数が落ちるんですけど、うんうんうん、最後まで落とさないで、うんうん、でもう一回ゆっくりのペースで歩くって走る。でもう一回全力、それを3本ぐらい。体に悪いですよ、ね、かなりね、はい、うん、それでも心拍数が上がるってこと、あの体が心臓が強くなって、はい、山本は。僕はもう時間の許す限りブラブラっと適当に走ってますね。走ってんの、はい、東京。いや、でも東京です、はい。ここ来るときにたまに東国原さん見るな、ランニングさん、うん、皇居に向かっていた、おお、あれらしいって声かけてくるとき、ああすいません、走ってやってんだろ本当にと思って。でも猫さんとかワイナイナさんとか走ってるって聞きますよ、光景の周りとかね、はい、そうか、すごいねみんなね、うん、やっぱ信号がどうしても止まるのが嫌って。なるほどなるほど。ノンストップで行きたいんですよね、ペースが来るのね、はい、あ、そうするとどうしても光景になっちゃうんですよね。暇だね。うん僕は暇ですよ。ワイナイナさんとか暇じゃない、はい、絶対ワイナイナ暇だろ。暇じゃないです、ベースがないんだから。いや、暇じゃないですよ。レースなきゃ暇だろ、ワイナイナ。でも、いろいろこう、女性行ったりとか、そういうこともあるじゃないですか。女性行ったりあの、イベントでしょ、ゲストなんだと。女性、レディファーストなんで、女性の扱いとか上手だったりもするんじゃないですか、ね。女行ったりっていうことじゃない。違う、まさか。まさかですよ。ラジオネーム、体勢の体勢。僕が内村航平選手の手のひらの豆を訓にしたときは足がピーンと伸びきって硬直するぐらいに行かせてやりましたよ、ね、あ、やっぱりそうか俺の高橋義郎のエピソードと似てるな似てるなじゃないんですよ、それ当たり前なんですよ。俺がやったときはもう高橋義郎のあの半分ぐらい剃ってる眉毛がボーンとまた生えてきたよボーンと西郷さんみたいになってたよ。え、行くと高橋義郎 は眉毛の半分ぐらい剃ってるからまあカッコつけたい、カッコつけたいから、はいはい、あ、本当あれ濃いから、はい、西郷さんみたいな眉毛してるの、はい、半分ぐらい剃ってるからさ、はい、俺がペロペロってやってたら、うん、ボーンと西郷さんが出てくるんですね、うん、へえ、行くとこそれ西郷さんじゃないですかもう
皆さんに質問かな。3年目の上着 FM 岩手。僕血圧が高めなんですが何を食べたらいいですか。血圧ですか。血圧は高いと塩分取りすぎてなそういうのあるんで ね、だから塩分を少し抑えめれば、そうだ、まあ、男の、まあ、塩分を抑えるぐらいじゃダメだったらでもあれだけどもう食うなよ、もう物を、うん、赤がや、うん、なんだかんだ言い訳してグズ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 食ってたら食わずにやってみろお前、腹減った腹減ってお昼ですよ腹減ったじゃねえんだよ、自分の体に聞いてみろっつんだよお前、腹減ってねえからまだ何にもしねえんだからよ、ちんたらちんたらやってるくせによあれさ昼ですから腹減りましたじゃねえんだよお前、懲役太郎じゃねえんだからお前、自分で考えろお前、シャワーで生きてんの、あれ健康習慣血圧の方がだいぶおはよポンポンいやいやそんな民間療法ですかそれラジオネームタク吉村 FM 長野山本、はい、前から気になってたんだけど、はい、タイムマシン3号ってコンビ名略すとタイマだよな、お前らタイマ推進派だな、いやいやって意識飛ばすぐらいだろ酒飲まんかいいやあその言い方もやばいんですよ本当は、酒飲んで意識飛ばしちゃダメなんですよもっと健全に走ってたしなむ程度飲むのが一番いいんですよ、まさか意識失うまで飲んでいや絶対食べてない、タイマーでハイになるとかさ、はい、そんな日本で許されてないことをさ、まあね、健康なんですとかこれは許してくださいで、うん、それ許してもらってからやりゃいいのに、うんうんうん、そういうこと言い訳捕まった時に言い訳で言うじゃない、うん、なんかシンポジウム開いてますみたいな、まあ、医療それ今はダメなの、うん、って、うんね、だから許されてる酒をガブガブ飲んで気を飛ばせばいいじゃないかっつって変わんないですよ最高一緒だよそいつらは絶対やるよこの先そんな人は繋がってますし健全な飲み方してください皆さん、すっぽん持ってきてください、あ、わかりました、言ったんですな、さっき言ったフグの免許を取ったっつって飲んだ、そうですね、だからフグの毒を取り除くやつね、あの肝ね、肝をこうちゃんとできないことないんでしょ、そうなんです、あのちゃんと免許取れば取れるんですけど、今の時期に取っとかないとこれからこあの試験が難しくなって、料理人じゃないと取れなくなるから、だから取るなら今、ね、2020年までに、はい、フグの調理免許わかりました、であと猟銃ちょっと猟銃ってあのなんですか、漁師の、うん、漁師の免許、罠と、うん、まあ、はい、銃と、はいはいはい、あとはもうそんなものいいかそんなもんですね、はい、とりあえずそれ2020年までに、はい、ちょっと頑張ってじゃあチャレンジしますね、うん、まずフグの免許を取って、でもこれ言っとくけど、はい、あの銃の免許を取るときはあの酒ガブ飲みして大暴れしてたりしたらご近所からダメって言われるからねないですよ、だからそれは気をつけないと、貧困法制にして、はい、生きていかないと、背中、ね、けババアになっちゃダメよ、汚れよお恐ろしい、砂投げてねえだろ怖いなあのババアな、怖いですね、一旦ブレーキスネイナイトドリーマーライブオンエア、いやだからやっぱり難しいね、猟銃免許もなかなか東京住んでたりすると保管場所が難しかったりするからいろいろ面倒くさいことが多いみたいだけど、それでも取ってもらわないと困ります、うん、ちょっと勉強して、ね、ちょっとやり2つ、まあ、俺は本当にその目標としてはアメリカのグリーンカード持って全米ライフル協会に入って、はい、もう拳銃振り回します、はい、やめてください44マグやめてください、はい、最後以外はすごく健全で、だって日本じゃ銃を持つの大変難しいけど、はい、うんね、アメリカだとめちゃめちゃ簡単だからね、簡単です、うん、サインだけですもんね、ダーティーハリーだよもう、ホントクリント・イーストウッドだ、家で酒飲みながら、ヤバすぎますね家に射撃場作って、あ、まあまあね、ブランデー飲みながら、うん、バーボンだなアメリカだから、うんうん、カランカラン、やべえやつだもう、何してんすかつまみがてらに銃ってそんな人は日本じゃ取らせてもらえないから、いや、そうですよ、アメリカでも危ないんじゃないですか、日本がいかに安全かだけどね、謎の研究もありますからね、気をつけてほしいけど、はい、取ってくださいの人、フグの毒、ちょっとフグは頑張って、フグは難しいのかね、いや今の時期だとその申請出してちゃんとあの実技やれば、ええ、大丈夫だって言ってました、ああ、まあじゃあちょっとすっぽんはちょっとじゃあやる、来週じゃなくてもいいです、あ、わかりました、あの間に合えば、ま、お願いします、はい、わかりました、みんな食べたいから、あ、ぜひじゃあ火鍋にしましょうか、火鍋ってどういうこと、あの辛いやつと、
あ、タイチーマーク。四川の。四川の。ああ。また味消そうとしてるじゃん。すぐすっぽんの臭み飛ばそうとするよね。すごいやつね。やっぱ臭いでしょ。いや、臭くないよって言うけど、去年もめちゃめちゃ臭かったよ。今回は臭くないですね。めちゃめちゃ臭かったんだよ。そうなんですか。絶対臭くない。今回は任せる。洋袋だけで楽しみにしてる。洋袋じゃなくて、全体になんかちょっと生臭いなって感じあったんで。今回はビシッとやってますんで。本当？もう食材ですから。最高の。もう嫌なんすぐ食べれるもんなんですか、この場でさばいて、この場でって。いや、この場でさばいては、はい、あの血は飲めますけど、この鍋はでちょっとあの皮も剥がないといけないんで。でも2時間あるんですよ、やってるよ。あ、僕は、僕は、外で。いや、そこです。あ、ここで。そうですか。山本はだから血と尿袋ね。え？尿袋でちょっと去年みたいなことはちょっと危ないから、はい、2年前みたいなのちょっと炙ろうよ。わかりました、ちょっと炙りましょうか。炙り尿袋。いや、ちょっとしたイカじゃないんですから。行きましょう。魚は炙った。いやいや、違う違う尿袋。聞いたことない。何を飲むんですか、尿袋。生きて飲んで。女は乳首が硬いのがいい。いやいや、マラソン選手じゃないですか。乳首硬いの。お相手有吉です。デンジャラスノッチとタイムマシン3号は山本でした。また来週もやってますんで、ぜひ聞いてください。5月はあと3回あります。よろしくどうぞ。お願いします。